皆さん、おはようございます。くまさんの YouTube 農業大学、講師の夏木かりんです。今日も一緒に、楽しく学んでいきましょう。今回は、醤油の講義の4回目になります。これまで3回にわたって、醤油の作り方や様々な種類の醤油の違いや歴史、そして醤油のルーツについて学んできました。このうち、前回の講義を振り返ってみたいと思います。まず、醤油のルーツは今も全国に残る魚醤でしたね。海に囲まれた日本では様々な魚介類が取れますが、これらを塩漬けにして保存すると、魚介類に含まれるタンパク質分解酵素によって魚が分解して、旨味たっぷりの魚醤になるんでしたよね。魚醤作りに必要な塩は、縄文時代には利用が開始されていました。そして、2000年前の弥生時代には魚醤のほか、肉や穀物、野菜を塩漬けにした、ひ塩というものが登場しました。ひ塩は日本独自の発酵食品で、中国からやってきた同じく発酵食品であるジャンと同一視されて、その後、ジャンをひ塩と呼び習わしています。そして奈良時代に、ひ塩、草ひ塩、魚ひ塩、穀ひ塩、肉ひ塩に分けて分類しました。今回はいよいよ醤油という言葉が登場します。そして江戸時代に醤油が広く使われるようになる歴史やそこに隠れた食文化について探っていきたいと思います。奈良時代に登場した草ひ塩、魚ひ塩、穀ひ塩、肉ひ塩ですが、これらは鎌倉時代に転機を迎えます。鎌倉時代に入るとこれらのひ塩の中から特に穀ひ塩が調味料として重要な地位を築いていくことになります。それは時代背景も関係しています。鎌倉時代は農業用肥料が利用され始め、農機具も改良されたことによって、日本の農業生産性が飛躍的に向上しました。これによって、西日本に偏っていた大豆の栽培も、鎌倉時代には日本国内で広く行われるようになりました。また、鎌倉時代には禅宗が広まりました。禅宗は座禅を組んで精神を統一し精神の鍛錬を行う宗教で権力者に浸透していきました。この禅宗は殺生を禁じていたため動物性食材の使用が控えられるようになりました。当時禅僧たちが広めた精進料理は肉や魚を使用しない料理です。でも肉や魚を食べないとタンパク質が摂取できなくて力が出ませんよね。そのため、当時、一般に普及しだした大豆を利用するようになったんです。大豆栽培の拡大や禅宗の普及、これらによって大豆が一般に使用される土台が整い、利用される発酵調味料も、肉ひ塩や魚ひ塩ではなく、穀ひ塩が主体となっていったんですね。こうした中、醤油の起源となる、たまりという発酵調味料が作られます。1249年、禅僧である郭真が中国の宋に渡って修行し、1254年に帰国しました。そして、現在の和歌山県由良町周辺において、中国で学んだ金山寺味噌という発酵調味料を伝えました。金山寺味噌は穀ひ塩の一種で、大豆とお米、野菜に麹、塩を加えて数ヶ月間熟成させたものでした。そして、この金山寺味噌の製造過程で、味噌桶の底に液体が溜まりました。この液体を試食してみたところ、とても美味しかったため利用するようになりました。これこそ、醤油の原型である溜まりでした。そしてこの溜まりが起源となって改良され、出来上がったのが溜まり醤油でした。この溜まり醤油はさらに改良され、後に濃い口醤油や薄口醤油が作られていきます。つまり、たまり醤油は醤油の原型を今に伝える醤油であり、13世紀に和歌山県で作られたたまりこそ、日本の醤油の起源なんですね。そして、日本の文献に醤油という二文字が登場するのは、室町時代です。室町時代の末期に成立した、摂養集という文書があります。当時の国語辞典のようなものです。この摂養集には、小結び塩の二文字が見られるのですが、この摂養集が後年1597年に駅林本摂養集として転写された際、小結び塩は醤油という文字に改められているんです。私たちが普段何気なく使っている醤油ですが、江戸時代が始まる直前に醤油という言葉が使われ出したのですね。ちなみにお隣の中国では醤油という文字は
その500年前から使われていました。日本で使われている醤油という言葉は、やはり中国から輸入されたもの、と見るのが自然じゃないかな、と思っています。むしろ、8世紀に鑑真が日本に伝えた豆豉醤しかり、13世紀に郭伸が伝えた金山寺味噌しかり、日本の食文化は中国の食文化に大きく影響を受けていました。重要なことは、どちらの食文化が優れているのかではなく、それぞれの国や地域にはそれぞれに素晴らしい食文化があって、それを尊重し、理解していくことだと思っています。ちょっと脱線しますが、海外のお寿司を見て、これは寿司とは言えない、と排除するのではなく、その地域で発展した一つの食文化だと尊重して、受け入れていくことで、私たちも学ぶことがありますし、生活がより豊かになるんじゃないかと思っています。逆の立場になってみると、インドで発達したカレーを、日本人は自分たちの口に合うように改良してきました。この日本式のカレーはもしかすると、インドの方からすると、それはカレーじゃない、と言われるかもしれませんが、日本人からするとこのカレーこそ、日本人が時間をかけて作り上げた食文化なのです。その土地の気候や食材、風土、味覚、好み、こうしたものが総合的に影響し合って、もともとあった形を変えていく、それが食文化の面白さだと思います。なので、私としては日本の素晴らしい食文化を学んで、より多くの人に知っていただきたいと思っていますが、日本の食文化が世界で最も優れている、というつもりはありません。繰り返しになりますが、私は世界中の食文化に優越をつけるつもりはなく、どれもその土地に根ざした素晴らしい文化だと思っています。それを学んで理解し、尊重することこそ重要なのです。さて、脱線が長くなってしまいました。1597年に日本で初めて醤油という文字が使われるようになりました。この当時の醤油はどのようなものだったのでしょうか。当時の記述をまとめると、当時の醤油は塩から染み出し、あるいは絞り出した油であると記載されています。実際には塩から油が抽出されるわけではありませんが、当時の醤油は油のようにとろりとしていたため、油の文字が使われたようです。ちなみに当時の醤油はまだ味噌と明確な区別がつけられていませんでした。せいぜい味噌作りの際に出てきた液体が醤油という程度でした。現在では麹や酵母、乳酸菌、さらには醸造法はそれぞれ醤油、味噌専用のものが使われていますが、当時は味噌と醤油の区別が曖昧でした。味噌と醤油が分化し、現在我々が目にする形になるのは江戸時代になってからでした。江戸時代に入り、京都、堺、紀州湯浅、播州辰野、下総銚子などに次々と大規模な醤油メーカーが誕生しました。そして、開発当初は油の滴るように粘度の高かったたまり醤油でしたが、この粘度は次第に薄くなっていき、味噌と醤油の分化も明確になっていきました。それでも、江戸時代初期の17世紀中盤まではまだ濃い口醤油も薄口醤油も開発されておらず、醤油といえばたまり醤油を指していました。たまり醤油は生産に時間がかかるため、生産量もわずかでした。そのため、当時の醤油はとても高級品でした。そして江戸時代の初期、このたまり醤油の生産を支えていたのは、今の関西地方でした。上方の大阪や堺、辰野の醤油は、品質が非常に優れていて、大阪から、下り醤油、として戦国船で江戸に運ばれていきました。また、尾張からも、江戸に向けて大量の醤油が海上輸送されていました。江戸は政治、経済、文化の中心として発展し、次第に全国最大の消費地として体制が出来上がり、17世紀末の元禄時代には国中の物資が江戸に向かって動くようになっていました。例えば日本酒は灘、伊丹、西宮を中心とした関西地方から下り酒として江戸に輸送されていました。江戸時代、江戸で消費される日本酒は、下り酒のほか、美濃、尾張、三河などの東海地方で作られたお酒や、江戸周辺で作られた地回り酒がありました。このうち、江戸で消費される日本酒の7から9割は、常に関西地方で作られた下り酒が占めていて、主に海上交通を使って、江戸に送られていました。一方、江戸における醤油の需要も膨大で、こちらも江戸中期まではその大半は、大阪や堺といった関西地方から船を使って、
海上輸送されていました。関西地方からもたらされた下り醤油は、とても品質が良かったため、運送料がかかり高価であったものの、地回り醤油よりも好評でした。下り醤油を上方から江戸に輸送したのは、檜垣海船と呼ばれる船で、1619年に、紀州富田浦の船が、堺の商人に雇われて、大阪から酒、醤油、お酢、和紙、麺、布などを運んだのが、上方と江戸間の貨物運送の最初でした。この檜垣海船は、1730年に、積み荷のやりくりや損害保険などのトラブルが発生したため、檜垣海船による日本酒の運搬は終わりを迎えました。その後、酒問屋が就航させた、樽海船が江戸に向けて日本酒の運搬を担いました。一方の檜垣海船はその後、米、ぬか、藍玉、そうめん、お酢、油、醤油といった日用品を中心として運搬しました。樽海船は日本酒運搬の専用船として、そして檜垣海船が醤油などの日用品を江戸に運んで、江戸の食品需要を満たしていたんですね。江戸に向けた下り醤油の入荷が最も多かったのは、18世紀前半でした。1731年に江戸の問屋に入った醤油は、全量が大阪からやってきた下り醤油でした。下り醤油の人気はこの頃、絶頂を迎えていました。ちなみに、当時の江戸っ子の醤油の消費量は、一人一日 30ml ほどになるそうで、現代の日本人のほぼ3倍の消費量になります。江戸の町でこれほど醤油が使われた理由としては、まず食生活がとても質素だったので、塩味があり旨味もある調味料である醤油に人気が集中したこと、そして佃煮や惣菜、麺つゆのような加工用にも利用されたためでした。江戸時代、18世紀半ばまでは、江戸に出回る醤油のほとんどは、関西地方で作られた下り醤油でした。でも、一言に下り醤油と言っても、作られる醤油はダイナミックに進化していきました。まず、1600年代半ばまではこれまでお話しした通り、関西地方で作られた醤油はたまり醤油が中心でした。そして、1600年代後半に、醤油の濁りをなくし出すんだ醤油が開発され、下り醤油の品質は飛躍的に向上しました。江戸における下り醤油の人気は不動のものとなりました。そして同じ頃、現在の兵庫県辰野市で薄口醤油が開発されたことが、下り醤油に転機をもたらしました。薄口醤油が開発された当初、薄口醤油は京都の懐石料理や精進料理との相性が良く、薄口醤油の人気は飛躍的に高まりました。そして、上方で人気の醤油ということで、江戸の人たちもこの薄口醤油を利用するようになりました。1800年代の前半までは、この薄口醤油が江戸の食生活を支えていました。人気の絶頂を迎えた下り醤油ですが、その後、状況は一変します。江戸近辺で作られた醤油が、下り醤油の人気を逆転するんです。江戸時代後半の1821年の資料によると、江戸に持ち込まれた醤油の 98% が、上総、下総、日立、その他関東一円で生産された、いわゆる地回り醤油だったそうです。1731年には、江戸に持ち込まれた醤油の全量が下り醤油だったのに、90年で形勢が一変したんですね。何が起きたのでしょうか。それには、江戸で好まれた食文化が大きく影響していました。そのあたりを詳しく見ていきましょう。室町時代末期から江戸時代にかけて、日本中で大きな醤油メーカーが相次いで生まれました。このうち、下総の国野田を例にとって、見てみましょう。まず、飯田一郎兵衛が、1561年にたまり醤油の製造を開始しました。そして、1661年に、高梨兵左衛門が醤油醸造を開始しました。さらに、1662年には、初代茂木七左衛門が味噌屋を開業し、その後、1764年に醤油醸造を開始して、野田醤油発祥の基礎となりました。ちなみに、茂木一族と高梨一族は19世紀に合同で会社を設立し、現在の亀甲万社になりました。亀甲万社は日本の醤油シェア1位の企業ですね。さて、野田醤油に話を戻します。江戸時代も後半になると、江戸市中における地回り醤油の人気が逆転し、関東で作られた醤油が急激に台頭したんですよね。その理由はいくつかありました。まず、関東の醤油メーカー、とりわけ野田と銚子において、
江戸の人たちの嗜好に合わせた醤油作りが始まったんです。従来のたまり醤油や下り醤油として江戸に出回っていた薄口醤油に変えて、江戸の食文化にマッチした醤油作りを始めたんです。試行錯誤の結果、ついに大豆と小麦を主な原料とする濃い口醤油を作り出すことに成功したんです。1640年頃のこととされています。当時江戸ではサバやカツオなど癖のある匂いのお魚がよく取れて食されていました。この魚の香りに負けない力強い醤油が必要でした。でも関西で使われていた薄口醤油ではこの力強さが足りませんでした。また江戸で好まれていた天ぷらやそばのつゆを作るには旨味の強い醤油が適していたこと、そしてうなぎのかば焼きのタレや佃煮を作るのには同じく濃い口の醤油がよくマッチしたんです。こうした江戸の人たちが好んでいた食文化に合わせて作られた醤油、これこそが濃い口醤油なんですね。今の世界でも言えることですが、市場の動向や消費者ニーズを的確に捉えて商品を開発していくことこそ商品をヒットさせるために重要なんですね。江戸の人たちのニーズを的確に捉えて開発された濃い口醤油でしたが、開発されてから一般に普及するまでは時間がかかりました。開発されたのが1640年頃でしたが、江戸において下り醤油を圧倒するシェアを持つようになったのは1821年です。新しいものを広めるのは本当に苦労するものなんですね。しかし濃い口醤油は19世紀初頭以降、江戸の人たちから絶大な支持を受け、野田や銚子以外の関東の醤油メーカーもこの濃い口醤油の製造に切り替えていきました。関東で作られた地回り醤油の人気が江戸で高まった理由としては、なんといっても地の利も影響していました。遠く何百里も離れた関西地方から船で運ぶと運賃も高くつき、品質も安定しなかったので下り醤油は不利でした。現在の千葉県野田市では1661年に後の亀甲満社となる茂木高梨一族が醤油醸造を開始しました。一方の千葉県銚子市では1616年にひげた醤油が開業し、1645年には山佐醤油が創業を開始しました。野田市は江戸川の川岸にあり、銚子市は利根川の河口にあります。一大消費地の江戸に向けて重量のある醤油を送り出すため、こうした醤油メーカーは川を使った輸送網を利用できる最適の土地と見定めて創業したと考えられています。また江戸川や利根川という2つの大河の上流には肥沃な土地を抱えた関東平野が広がっていました。醤油の原料となる大豆と小麦を川を使って運び込むことができたんです。消費地に商品を輸送するためと原材料を運び込むための両面から河川交通を利用できる都市に拠点を持った地回り醤油のメーカーは地の利を最大限に発揮したんですね。ちなみに現在では山佐醤油は醤油シェア2位、ひげた醤油は4位となっています。一方野田醤油をはじめとする関東一円の醤油に一気にシェアを奪われる形となった上方の醤油ですが、関西地方では今でも醤油は盛んに作られています。その代表的な例が兵庫県辰野市です。播磨平野の北西にある兵庫県辰野市は昔から醤油の名城地で、辰野薄口醤油として知られています。その歴史は古く、1587年丸尾孫右衛門が酒醤油屋を開業し、1590年には横山五郎兵衛宗信が同じく酒醤油問屋を開いたことに始まります。今でも辰野市やその周辺には多くの醤油メーカーがありますが、醤油を醸すのに適した素晴らしい条件が揃っていました。その第一は市内に流れる揖保川の水です。この水は醤油を作るのに欠かせませんでした。揖保川は揖保の糸で知られるそうめんで、全国に知られた名水です。この水で醤油を仕込むと柔らかく丸い口当たりの素晴らしい醤油ができ、辰野薄口醤油として多くの人に愛されてきました。この水はカルシウムやマグネシウムの少ない軟水なんです。また辰野市を取り巻く播磨平野ではお米とともに昔から大豆や小麦もよく取れました。さらにすぐ近くではアコウの塩が取れました。この塩はミネラルが多く、醤油を醸す際
麹菌や酵母、乳酸菌にはとても力強い活力源になっています。ちなみに現在、辰野市で最も醤油の生産量の多い東丸醤油では1666年から薄口醤油を生産しているそうです。江戸時代初期から親しまれてきた辰野の薄口醤油、こうした長い歴史があるからこそ関西地方では今でも薄口醤油が根強い人気を誇っているんですね。はい、ということで醤油の講義の4回目、鎌倉時代以降の醤油の歴史と文化について学んできました。皆さんいかがだったでしょうか。とても面白かったですよね。まず奈良時代に塩は草び塩、魚び塩、国び塩、肉び塩に分かれました。鎌倉時代に入ると禅宗の影響から殺生が禁じられ、国び塩が盛んに作られるようになりました。こうした中、13世紀に登場したのが現在のたまり醤油のような調味料で、味噌作りで生じる液体でした。そしていよいよ16世紀末には醤油の文字が登場します。でも当時の醤油はまだ私たちの知っている醤油とは少し異なっていました。まだ味噌と醤油が完全に分かれておらず、粘度が高い半液体状だったんです。でも次第にたまり醤油の粘度が下がっていき、液体状になりました。そして1640年頃、現在の野田市周辺で江戸の食文化に適した醤油の開発に成功しました。これが濃い口醤油でしたね。当時江戸に出回っていた薄口醤油やたまり醤油に代わって、濃い口醤油は江戸で絶大な人気を誇るようになりました。19世紀以降のことです。一方、現在の兵庫県辰野市では江戸時代の初期から薄口醤油が作られてきました。この長い歴史の中で親しまれてきたことから、今でも関西地方では薄口醤油が根強い人気を誇っているんです。はい、ということで皆さん本当にお疲れ様でした。これまで4回にわたって醤油の作り方や歴史、文化について見てきました。いかがだったでしょうか。醤油は今では当たり前に使われている調味料ですが、長い歴史と文化、そして様々な種類があったんですね。皆さんはどんな点が面白かったでしょうか。私は個人的には醤油の歩んできた歴史が分かってよかったなと思いました。古くは弥生時代から作られている魚醤が醤油のルーツで、塩という漢字は奈良時代にはすでに日本でも使われていました。でも醤油という文字が日本で登場するのは室町時代末期で、現在の濃い口醤油が登場するのは江戸時代に入ってからですよね。ルーツは2000年も前なのに、現在一般的な醤油である濃い口醤油が広く出回るようになったのはつい200年ほどでした。気の遠くなるような時間をかけて作られた醤油を私たちは使わせていただいている、そんな気持ちにさせられました。ということで、これまで4回にわたって醤油について学んできました。皆さん本当にお疲れ様でした。本当は2回くらいにまとめたいなと思っていたのですが、調べれば調べるほど奥が深く、とてもまとめられず結局4回になってしまいました。長い間お付き合いいただき本当にありがとうございました。今度旅行や遠出をした際、各地の醤油をじっくり探してみてください。たまり醤油って醤油の元祖だったよなとか、魚醤って日本最古の発酵調味料で醤油のルーツだったよなとか、各地で根付いた食文化と合わせて考えてみると、また違った面白さを楽しめると思います。次回は醤油の講義の中でも登場した味噌について勉強したいと思います。味噌も醤油に負けず劣らず奥が深いので、次回も楽しみにしてください。最後になりますが、今回の動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。それではまた。